Lady Kula Lady Kula リアルにつながろう Lady Kula。 みゆきと村沢の月曜から乾杯。皆さんこんばんは、杉浦みゆきです。どうもこんばんは、村沢と申します。うん、ということで、はい、季節感が全くありませんが10月の7日ですよ。そうですね、はい。この間うちちょっと涼しかったんですけど、いや一瞬でしたね。ねえ、ほんの一瞬、また暑い。3日ぐらい涼しくて、ああようやくかと、うん、暑さ寒さも彼岸までというのはやはり合ってんだなと思ってたら、そうですね、間もなくもう猛暑ですよ。うん、うん、今日はもうみゆき城のこのスタイルね、YouTube をご覧の皆様確認していただけると思いますけど、はい、これ今一応ちょっとカーディガンね、季節的にちょっと秋なんでこうカーディガンを用意してますけど、来た時はこれもうカーディガンなしで普通にこのなんかワンピースの、はい、ムームーな感じでなんかキャミワンピ的な、そう、はい、バリ島帰りみたいな。でもっと言うとこれは、はい、カーディガンって言ったけどボレロです。ボレロですよ皆さん、はいはい、ボレロ中とあれですよね。何てーんてててててててつんてててーんだだだだんいるそれ、うん、いやいるの。いやすいませんでした。ボレロって言うんだそれ。はい、半袖のカーディガンのことを、こう短い丈のこういうのをボレロって言います、うん、そうそう、ものすごい丈が短いから、うん、やっぱりなんかこうヤンキーは今も昔も、うん、こう丈の短いのを着るのかなって勝手に思ったんだけど、違いますね、そういう理解の仕方間違えてますこのファッション的なことは本当に知らないことの方が多いね。そうだね、申し訳ないけど知らないことだらけだ、ね、知らないことだらけ、うん、3週後ぐらいにはボレロって言葉ももう多分頭にないと思います。そう、今日は多分使うと思うけどね、あと 2,3、うん、回は言いたいだけだからね。そうなんですね、うん、10月7日ということで、はい、あれですよね、ぼちぼち、ライブの方がそういえば、そうですね、来月に迫ってたりとかしてませんか。はい、11月の25日ですからね。ですよね。なんとなくの準備は現段階で進んではいますが、はい、はいはい、私が曲を決めないことがまず一つ。前回も言ってたけどもう毎回いまだにやってない。あ、そう、はい、9月も後半に差し掛かってきましたが、そうですね、今今日の収録はですね、うんうん、なんですけどまだ決めかねているところが一つと、うん、あとなんだろうな、もろもろのこう内容といいますか、うん、ステージングというか、まあ、いろんな、ね、タイムスケジュールといいますか、はいはいはい、そういうものを、うん、まだ曲を決めてないことによって組めないって何も決まらないという状況ですね、はい、そうなんです。ただおかげさまで、はい、何も決まっていないんだけどなんか席の方は順調に、うん、はい、9月末時点でもVIP 席というか最前列ね、 SS 席ですね、あれがもうどうやらソールドアウトということで、はい、なんかこう不思議なのはいつも思うんだけど、みゆき城のライブはいつもその、まあ、VIP 席から埋まっていくという現象が起こってます ね、コアのファンが多いんでしょうね、かぶりつきでこう見たいと、なんでしょうね、多分ね近くで見てた方が表情がこう見れるから、うん、ファンの人としてはやっぱ楽しいし、はい、あと、まあ、前回の僕ライブをね、はい、見せてもらった感じだと、はい、やっぱあれぐらい近いとこで見てると、うん、例えばそのニーハイブーツの、うん、膝落ちちゃうやつなそう、ちょっと膝が出てる感じとかをなんか見ると、はい、なんかちょっとこうファンっていうかさ、うん、ちょっと嬉しい感じが、はい、そのします。そうですか、うん、ね、去年のバードランドでやらせていただいた時は、はいはい、結構ギュッてこう詰まった感じで、うん、皆さん着席してくださってたじゃないですか、うん、そうだったね。今年はですね、うん、ケントスは六本木のケントスは、うん、結構ゆったり作られてるんですよ、席が。そうなんだ。そうなんですよ。で、どこからでも見やすく一段高くなっていて、また一段高くなっていてとかっていう形になっているので、うん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 、まあ、距離があるのでお値段設定を、うん、
4種類5種類そうだね、うん、なんか結構種類ありましたね、はい、うん、させていただいたんですけども、うんうんうん、どこでも基本見やすいと思います。うーん、そうなんだ、はい、後ろの方になればなるほどちょっと高めになってて、ちょっと高くなってますね、見やすくなってるということ、はい、おー、そうですか。ただ距離ができるので、うん、あのその分お値段がという設定を運営の方がおっしゃってました、うん、ああそうなんだ、はい、ステージもだって多分広いでしょ、前やったところよりも。おそらくステージはどうかな、うん、どうかな、作りが違うんですよ。そっかそっかそっか、今度は。うーん、なので、うん、で前回は皆さんの間をこう歩くことっていうのがほぼできなかったんですけど、うん、そうだったね、詰まってたから、はい、うん、なので今回は、うん、結構歌いながらギャーって皆さんの間を行けるようなあの空間があるので、練り歩く予定なんだ。練り歩く予定ですね。ただまあ、ここだけの話ですけど、うん、照明が一定の場所までしか当たらないので。あ、そうかそうか、そうなんですよ、うん、だから後ろの方に行った時は前の方の皆さんは、うん、私がどこに行ったか全く分かんないと思うんですけど、行方不明になったと思ったらじゃあ後ろの方にサービスしに行ってると思ってもらえば。そうです、皆さんのところに回ってると思っていただければ声だけは聞こえるので、ほうほうほう、なんかそんなこともしたいなと思ってますね。あ、そうなんですね、はい、あと他にもゲストの方なんかもね来てたりなんかして。そうですね、なんか、マジシャンの方も今回は参加なんですか。そうなんですよ、うん、あの方すごくって、もうすごい間近で見ても、うん、っていうぐらい分かんないんですよ。最近の本当なんかマジシャンっていうか手品やられる方って、昔はさ、うん、割とこうベタなやつが多かったじゃない、うん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 、トランプのなんか数字だったりとか、うん、コインだったりだとか、うん、今はなんかさ、もうその心理的な感じでさ、うん、こっちがなんかこう仕掛けてるやつが、うん、自分の内ポケットから出てくるとかさ、うん、とんでもないところが、例えばなんか果物を割っちゃうと、うん、中に持ってたはずのトランプが出てきたりとかさ、うん、ちょっとなんか想像を超えるようなね。そうなんですよ、マジックが最近多い感じがします。そう、うん、その私が一回見せていただいた時も、うん、お友達と一緒に見たんですけど、うん、友達のお誕生日がの数字がなんかどっかに入っていたりとか、うん、どうしてっていう。でもそれ何回やってもらってもわからない、全然わからないという、うん、あのというてどこまで説明できてるかわかんないですけどまあそれぐらいすごいっていうことはなんとなく分かったと思いますよ。そうなんですよ、うんうんうん、の方がね、来て、鬼太郎さんというマジシャンの方が来てくださるのと、うんうんうん、あとは君さちでもよく出演してくださってるのぼうちゃんですね、のぼくん、はい、うん、のぼうちゃんが来てくださいます、うん、そっか、はい、ということでね、はい、楽しくね、はい、行きたいと思います。いただければということですね、はい。あとあれでした、みゆき女の、YouTube を見せてもらってて、花火を、はい、見せていただきまして、あの花火がそのもともとほらすごかったでしょ、番組で聞いてたじゃない、最初からこんなんで、うんうんうん、こんなんでしたみたいな、そのジュピターがかかってさ、うんうん、みたいなことで、うん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 、ああいうことなんだと思って、あの映像で見たけど、うん、ちょっとしびれましたね。2回か3回見直しましたね。ああ本当ですか。おお、あれを目の前で出されて、あの予想をはるかに超えた数だったし、うん、規模だったし、なんていうの、そうなんですよ、すごかった。目の前で、うん、この真正面の画角だけで上がるんではないので、うん、あえて横で撮ったんですけど、うん、だ本当はもっとこうガーって寄ってって最後引いてとか、うん、うまいこと取れればよかったんですけど、うん、なかなかね、うん、範囲が広いから。そうなんだろうね、難しいんですよ。いやいや、すごくよく映ってたというか、逆になんかずっとフィックスっていうか、こうカメラ置きっぱなしというか、はい、サイズ変えないでずっとやってくれたから、うん、なんかこう自分目線というか、うん、自分がなんかそこにいるような感じで見れたんで、はい、でもあれは本当一度見てみたいと思いましたね、本当に。ですよね、うん、すごかった、すごいですよね。すごかった。で数日前なんですけど、うん、長岡花火の運営の方が X で、うん、私が見に行かせていただいたということを、その X のなんていうのかな、ね、ホームページというか、そこに書いてくださっていて、あ、杉野美さんが来てくれました、はい。で来年も進化したフェニックスをお見せします、うん、みたいなことを書いてくださってたので、感動ありがとうございましたっていうお返事を入れさせていただいたんですけども、ありがたいですよね、そういうふうに
書いてくださるというか思ってくださるというか。そうだね。うん、なんだよ、じゃあ来年ついに何フェニックスとしてステージやっちゃうとか。ねえ、ステージはやらないです。花火と一緒に単純に見に行きますよ。あ、そうなの。純粋に。はー、もうあのフェニックスももちろんですけど、他の花火ももう毎年毎年、うん、進化していっていて、うん、でその画面見ててもきっとわかると思うんですけど、うん、まあ裸眼で見てると全部が視界に入るから上から下から、うん、全部入るんですけど、うん、カメラで追ってると、うん、もう次から次へとこう上がってくるから。いや、そうなんだよ、上がってない瞬間がないぐらいないんですよ。数がまずすごいなと思って。すごいと思いますね。ずっとバリバリ言ってずっとさ、そう1個目が消える前に次が上がってくるじゃない。っていう音で、そう常に上がってる感じだもんね。そうなんですよ。であれやっぱりすごかったのが、結局前上がった花火、うん、前回その上がってる花火の残った煙の中にやっぱり次の花火が来るから、うん、ものすごくその光が反射してものすごく綺麗なんだよね常に、うん、ただね一つだけ残念だったのは、残念だったのは風がなさすぎたんですよ。あれ風がなさすぎてもダメなの。なさすぎるから煙が結構残っちゃってん。そうそう、だから俺なんか見ててその残った煙になんか反射して綺麗かなと思った。あの次の花火が見えるためにもうちょっと煙が、うん、こう避けてないとダメなんだ本当は。はあ、その方がもっと綺麗なんですよ。なるほどね。上がってバーンっていってふわーっと流れる時に次がバーンってなった方が理想ではあるんですけど、うんうんうん、なるほど。サリとって風が強すぎると花火が横に行っちゃったりっていう事故もあったりするので、これ非常に難しいところではあるんですけどね。天候も味方につけないとということなんですね。そうなんですよ、難しかったりするんですが、うんうんうん、あれもうちょっと風があったらもっと綺麗です。へでも来年も行かせていただくので、うん、ちょっと来年こそはもうちょっとの風を希望ですね、うん。だから風がなかったらさ、うん、参加者みんなが例えば扇子を持ってってバカなの。いやいや、だってそれいやいや上よ、上だし川の向こうよ。あ、そうなの、うん、そんなダメよね。それぐらいの人数がいたらこう、いやダメよダメよ、ダメなの、ダメよ。早いね、なんか最近、うん、そりゃそうダメよ。そうかそうかそうか、じゃあまあ、天候次第というか、まあその自然の、うん、ね、うん、まあ風神様にお願いしてちょっと風を、風神様だか雷神様だか分かんないですけど。でもね、あの日、うん、雨予報もあったんですよ。ああ、そうなの、うん、へえ。でちょっと前に雨予報があって、うん、どうかなって言ってたんだけど、うん、綺麗に降らないでくださったので、うん、できましたけどね。うーん、ちなみに去年は、うん、去年一昨年か、うん、は雨だったんですよ。だからカッパ着ながら見てたんですよ。雨でも上げる上げるんだ花火は。そうですね、そんな大雨じゃない限りは。うーん、そうかそうか、いろんな条件がやっぱ合わなきゃいけないから。そうですね、自然が相手だし大変といえば大変だよね、上げる方も。でほら規模も大きいじゃないですか。だからその辺がねとても大切なんだと思いますね、うん、そうだろうね。はい、10分とかで終わるわけじゃないし。あ、そっかそっか、何万発も上がるもんね多分。上がるで、うん、アップさせていただいた以外にも、うん、すごいいっぱい上がってるので、うんうんうん、だからねその辺も考えると、うん、時間と自然とっていうのがとても大切だと思います。うーん、そっか、うんうん、いや行きたい、見に行きたいですよ。そうでしょう、でもよかった、その良さが伝わってくれて。伝わったと思いますよ。本当ですか、うん、ほとんどだって出番なかったもんね。最初にちょこちょこってこう、あれはいらないんですよ喋って、あとはもうずっと花火っていうね、うん、ああいうスタイルもなんか非常にいいと思います。あれね、私普通に撮ってたんですよ、時計見ないで。ああ、そうなの。もう始まるかなぐらいのタイミングで、うんうんうん、普通にもっと喋る気満々で撮ってたんですよ後ろの空が綺麗だったから。でそれで喋り出したら、うん、いきなり音楽鳴ったから、うん、やばーと思って、うんうんうん、でもそのままずっと花火で、うん、でまああの後に私の顔とか感想とかはいらないので。そうだね、コメントも入れなかったね、はい、なんかね、はい、本当に花火の実況だけっていう感じでしたね。そうです、うん、で最後にあの写真に書かせていただいたように、うん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 、本当に皆様が日々穏やかに過ごせますようにって思いだけを伝えたかったので、うんうん、まだご覧になってない方、うん、ぜひとも君たちの方のですね、うん、YouTube を見ていただけたらと思います。大画面で見た方がいいと思うよ。そうね、テレビとかで見たらすごいかも。すげえ盛り上がります。そうですよね、はい、ぜひご覧ください。はい、
さあ今夜はメールをいただきましたので読ませていただきたいと思うのですが、はいよ、まずは、うん、ラジオネーム千の花のちかさんにいただいたリクエストをお聞きいただきたいと思います、はい、うん、杉浦みゆきで花のように。懐かしい曲ですね。はあ、花のようにを歌ってらしたんですね。ねえ、この歌何気に難しいんですよ。いや、わかるわかるわかる。あの天才矢野明子さんのね、歌ってらっしゃる曲ですよね。そうなんですよ、難しいんですよ、ね、でもなんか歌声がさ、うん、そーっと歌ってる、こうなんかね、こう優しく歌ってる感じがさ、ほわっと歌ってますね。うん、これは当時のディレクターさんか、その、まあ、矢野さんのあれなのかな、じゃあ、どうなんですかね。もう遥か前だから忘れちゃったか。うん、忘れちゃったのもあるし、うん、私多分結構当時ほわっと歌ってる系が多かったかもしれない。ああ、そうかもね、うん、うーん、覚えてないけど。知らんけど、だって知らんけど、きっとリスナーの皆さんの方が覚えてくださっていると思いますけど、まあそうでしょうね。でも特にこの歌はほわっと歌ってますね。そうですか。まあ僕個人的な希望として、じゃあ、はい、来月のイベントではぜひこの曲もセットリストに、一応候補として、うん、なるほど、入れていただいて、ちょっと検討させていただきたいと思いますですね、はい、はい、ということでメールを読ませていただきます。はい、お願いします。はい、ラジオネーム千の花のちかさん、はい、杉浦みゆきさん、村沢さん、メールは初めまして。おー、どうも初めまして。初めまして、ありがとうございます。実は前から YouTube で見ていましたが、ヤヌスの鏡の当時の話が聞けて嬉しかったです。おー、ありがとうございます。からしまみどりさんと沢田ちかっこさんのラジオでもヤヌスの鏡の紹介をしたら、え、ちかちゃん渋いねって言われました。みゆきさんのインスタを見ていると、私が好きなポーズ、うん、片手でも両手でも頬に手を当てるポーズ、私の中で流行っているので嬉しいです、うん、いつかみゆきさんに会ったらこのポーズで写真撮りたいです。これからも応援しています、うん、サイン入りのステッカーが欲しいです、ということでありがとうございます。ありがとうございます。先なの忘れずにお伝えさせていただきますですね、うん、ステッカーを送らせていただく際に、うん、住所が必要になってくるんですが、今回この千の花のちかさんの住所が、うん、記載されていないので、うん、もしこの放送をお聞きいただきましたら、うん、メールにて住所の方を送っていただければと思います。そしたら後ほど、後ほどじゃないね、後日、はい、こちらからステッカーを送らせていただきたいと思います。そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちかさんのリクエストをいただいたわけですね、花のようにということで。そうですね、そうなんですよ、これ多分 17,8 ぐらいの歌じゃないですかね。17,8、うん、17かな。だいぶ前ですね。だいぶ前もいいとこですね。ね、もう38年前ぐらいですかね。ですよね、はい、はい、ちかさんこれでもあれですね、20代の方なんで、うん、だいぶあれですね、まだお腹に宿る前に前世で聞いてたみたいな話ですけど、これ渋いのがさ、うん、またからしまみどりさんと沢田ちか子さんのラジオでもっていう、うん、からしまみどりさんと沢田ちか子さんのラジオを聞いてるっていうのも渋いよね。そうですね、ちょっとからしまみどりさんといえばサイレントイブ。そうですね、クリスマスソングのなんか最高峰だっておっしゃってましたよね。そうですよ、大好きだって。大好きです。沢田千佳子さんはあれですよね、会いたいです。会いたい、はい、あ、そのお二人にね、ヤヌスの鏡を紹介してくださったとは。どうして逆に20代でヤヌスの鏡を紹介してくださったんでしょうか。うん、お母さんか、うんうん、下手したらおばあちゃんかもしれないよ。そうだね。いやあるかもね。でもそれぐらいのさ、もうなんかことになってきちゃってるじゃない、ね、うちら20代前半だったらあるよね。例えばおばあちゃんだったら60代とか、早め早めで産んだらね、60代の方だったらヤヌスの鏡をね、うん、当時見ていた方もいるかもしれません。そうね、うん、そしてほら YouTube だったりとか、うん、再放送だったりとか、うん、そういうところでご覧になってくださったのかもしれないですね、うん。まあ、ヤヌスの鏡ってそれほど強烈なドラマだったからね、あれ当時すごいですよね。ちょっとさ、うん、俺らも見てたけど、うん、ある意味ちょっとはちゃめちゃというか、うん、結構設定むちゃくちゃで、うわ、うん、大変だなっていうさ、コンプラに引っかかるところいっぱいあると思いますよ。い
やそりゃそう、いきなりおばあちゃんにしばかれんでしょうから、ね、バッシンバッシン初井琴恵さんにバッシンバッシンしばかれてねーってなって、うん、要はそのなんか表現しちゃうわけでしょ。そうよ。それとさ、あと、うん、生徒会長のさ、うん、進藤さんにさ、うん、こうなんかちょっとストーカーじゃないけど、うん、そういうまがいのことをされたりもするじゃん、うんうん、待ち伏せされたりとか、うんうんうん、あんなもダメよね今。いやもう何にもダメですよ、だからドラマ的に ほとんどダメよね。あんな激しい喧嘩はもダメですね。そう、いじめだったりだとかさ、うん、もう虐待だったりいろんなその今社会問題になってることが、うん、ギュッと詰まってるよね。凝縮されて、まあ、ある意味すごい、だから当時は先を行ってたというか、うん、そういうドラマではありましたよね。そうですね、今の世の中をちょっとなんかこう予知してるみたいなさ、うん、ね。ダイヤドラマ、え？ダイヤドラマってさ、うん、そういうこうなんていうのかな、今でいうコンプラ問題が、うん、あの詰まってる作品が多いのが逆に言ったら大英ドラマだったんだよね。まあ、だから当時それが受けたというか、うん、なんかあの大英テレビだけちょっと斬新というかちょっとこう浮き出てるというか、うん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 、普通の東宝とか東映がやってるやつと違って、うんうん、なんかこう少年院の話だったり、うん、刑務所の話とかさ、うん、なんかそういうのがでいじめだったりそのなんていうの、その校内暴力だったりさ、そうね、結構そういうのが多かったよね。すごいよね、スクールウォーズにしても不良少女と呼ばれてにしても、そう、うん、それで結構当時あの良かったのが、うん、割となんかこう大げさというかさ、その演技自体がこうなんていうの、うんうん、もうみたいなさ、うん、なんていうのかな、わかる、わかるよ、あの泣くにしてもさオーバーなんですよ。オーバーなの、そう、だから私はそのヤヌスの鏡でデビューをさせていただいて、うん、その後この子誰の子っていうまた連続ドラマをね、うん、岡本健一君とそうです、うんうんうん、やらせていただくんですけど、うんうん、あちらこちらで聞くのが、うん、ヤヌスよりも最近この子誰の子大好きでしたって声をよくお聞きするんですよ。あーそうなんだ。そうなんですよ。へー、この間の YouTube の撮影に富山県の方に行ってきたんですけども、おう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 、そこでもお会いした方たちの中にこの子が好きでしたっていう方がいてくださって、でその中のあの面白いねお姉様がいらっしゃるんですけど、その方が私の顔見た瞬間、犯されたよねって言うんですよ。ええ、犯されましたみたいな。だからそういう、まあね、こういうのも YouTube だから言える話じゃないですか。でそんなこんなの話はしたんですけど、結構この子誰の子っていうのは、あれはなぜか不思議と、DVD ボックスになってないんですよ。そうなんだ、うん、やっぱりいろいろとちょっと問題があるということですかね、現代のメディアとしては、大人の事情がきっとあるんだと思うんですけど、結構いろんなのが DVD 化一遍にされたのに、うん、あれはされてないんですよ。あ、そして YouTube にも流れなければ再放送にもならないっていう、うん、そうなんだ、うん、ある意味幻の連ドラになりつつある、うん、そうですね。そう、不思議ですよね。あれってなんか俺さあんまり覚えてないんだけど、要はその強姦されて妊娠して、うん、でその子を出産して一緒になんかこう逃避行に出るみたいな話。違う違う、産む前に、うん、親に下ろしなさいって言われるんですよ、うん、それは言われるよ、まだ高校生とかそんなんだもんね。そう、高校生で犯された子だから下ろしなさいって、うんうんうん、なんだけど、うん、もうその自分の子として、うん、産みたいっていう感情が芽生えるんですよ。はあ、ということで逃げ歩くんですよ、あっちこっちを。はあ、はあ、はあ、その子を守るためにね、うんうんうん、はあ、お腹の中の子を守るために一生懸命逃げ歩くんですよ、はいはい、でこの子は、はい、その犯されたとかっていうことは置いといて、うん、私の子だから産みたいっていう意思になっていくんですよ、うん、どん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 その母性本能で。あ、まあそうだよね、そうです、母親としてね、はい、うんうんうん、である日産みました。おしたら合わせてくれないわけですよ、病院の先生が。はあ、子供に。はい、はあ、私未だにすっごい覚えてますけど、はあ、産んだ後に合わせてくれないっていうシーンを撮っていて、はあ、でまあドラマだから前後してシーンを撮るじゃないですか、うん、で病院中を、うん、探し回るわけだ。もうすっごい勢いで私の子供はどこなのって探し回るんですけど、そのシーンがすっごい難しかったと同時に、はあ、頭で考えてお芝居を考えていったんですけど、はあ、スタジオに行ったらもう完璧にそのゾーンに入って、何も考えずに
もうがむしゃらに子供を探したのを覚えてますね。もう要するに芝居とかなんとか吹っ飛んで、もうその時の感情だけで、はい、私の子はどこっていう気持ちで入れたってこと、うん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 、はい、おおすごいじゃん。そうなんです。で結局死んじゃってるんですよ。あ、死産だった、死産だったんですよ。あ、だから合わせないっていうことで、まずその、あの母体にショックがあるといけないからって隠してるわけね。そうですね。それを見つけた時のなんか気持ちとか今考えてももうちょっとね、死産、はい、そのね、死産っていうのをどうやって知ったのかは覚えてないんですけど、うん、で最後に、うん、まあもともと許嫁といいますか幼なじみだった岡本健一君と、うん、まあ結婚じゃないですけど、うん、する予定だったけど犯されて、そんないろんなことがありましたということで、うん、まあ別々の道を歩いていきましょうという感じで、うん、外苑前のイチョウ並木で右と左に分かれていくんですよ。そこが大英テレビっぽいね。そうですね。でもよく考えてほしいんですけど、家は隣なんです。いやいや、そうなんです。そういうことなんだ。そう、じゃあイチョウ並木で分かれても、うんうん、また家の前でようみたいな。そうですね。こともまあ、なんなら帰ってすぐも会うかもしれないっていう感じのドラマでしたね。ああそうなんだ。へえ、いやなんかいい話が聞けましたね。あ、本当ですか。おお、なんかだってそのほら、この子誰の子っていうのは今探してもなかなかその映像でも手に入らないから、うん、 そうですね、その当時のなんか裏話とか聞けて、はい、これはもう嬉しいと思いますよ、このちかさんなんか、ね、そうですか、ちかさん、はい、そして、うん、もう一回メールに戻りますけども、はいはい、そのポーズですね、はい、たまたま私がそんなポーズ撮ってるんですね。別にいつもやろうって意識して、うん、ほっぺに手当ててるわけではないんですけど、どういうこと、こういうこと、そういうことか、片手だけなんか丸じゃよとかあんま可愛くないな。いやいや、そうだけど、あのみゆき女が俺はあんまり見たことないかな。どっかでそういうポーズのあれがあったんだね、うんうん、じゃあきっとね。そうですね、やって、まあまあまあ月刊のでもやってたりするんだと思いますけど、あ、そうか、まあ、死ぬほど写真撮られてるからね、どっかで、まあ、やってるよきっと。うん、 SNS でもね、ブログなんか毎日書いているので、そういう写真が結構もしかしたらあるのかもしれないですね。ほうほうですね、うん、いつかお会いしたら一緒にほっぺに手当てて写真撮りましょう。そうですね、はい、11月なんならイベントやってますんで、あのみゆき城、ね、来ていただければ11月25日、はい、写真が撮れると思いますよ、六本木で。そうですね、はい、ではその前にまずステッカーを送らせていただくので、先ほども言いましたが、うん、住所の方をお知らせください。そうですね、フルネームと、うん、はい、そうですね、ちゃんと送らせていただきます。はい、ということで今夜もあっという間のあと40秒ですが、うん、そうですね、はい、はい、まあ、季節もちょっと秋になってくるでしょうから。そうなの、はい、食べ物も美味しくなってくるんじゃないですか。間違いない。今年はね、サンマも去年みたいに高くなくて、ね、そうみたいです。ちょっと大きめで美味しかったりもするので、うん、皆さん季節の風物詩をね、そうですね、楽しんでいただけたらと思いますね。ぜひですね。紅葉は早いかな。ちょっと早いかもしれません ね。もうちょっとかもしれないですね。はい、はい、ということで今夜も最後までありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日も、はい、お疲れちゃーん。